ーポー。お兄さん、今の放送聞こえたか？お客さん、髪洗ってる最中に動かないでください。じっとしてろよボケ。あ、なんか言ったか？いや、何でもございません。そうか。にしても、いやー、マジかよ、バイブス上がるなーポーポー。それ以上動いたら顔にお湯かかりますよ。だってよ、これが落ち着いてられるかって。ワンネス主催のレゲエオーディションだぞ。むしろなんで君そんなに冷静なんだ？だってレゲエの大会なんて今までもいくらでも開催されたじゃないですか。このままマッサージしますね。あー、でもワンネス主催は初めてだろ。それってやっぱりすごいことさ。俺にとってもかなり特別なわけ。お客さんはワンネスが好きなんですね。好き、いや、リスペク。ワンネスがめちゃくちゃだったこの国をレギュアでまとめ上げた、あの瞬間は震えたぜ。君だってそうだろ？いや、その頃俺まだ小学生ですし、なんかすごいって思っただけで、それほど熱狂はしませんでしたよ。てかお客さん、俺とそんなに変わらないですよね。そんでも子供ながらに感じるものがあったってことさ、このハートにな。興味なさそうだな。もしかして君はまだレゲエでラブ&ピースを感じたことがないのか？じゃあ教えてあげよう、俺の歌で。あ、いえ結構です。そう言わずにちょっと歌うから聞いてくれよ。うん、ってなんか力強くなってないか？あだだ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 だ
マッサージはまだ慣れていないもので。はあ、それなら仕方ないな。オッケーオッケー。そういえばお客さん有名人ですよね。ストリートレゲエの天才児白魔天って紹介されてるのテレビで見たことあります。さっきの感じだと今回の大会にも出場なさるんでしょ。ヤーマン、いやあ、やっぱ俺のこと分かっちゃう？照れるな。ま、俺が出なきゃ誰が出るんだって話だし、周りもほっといてくれないだろうしな。そうですか。実は俺も出ようかなと思ってるんです。あ、マジ？全然興味なさそうだったのに。興味がないのと出場するかしないかは別の話でしょ。ああ、まあ確かにな。でも興味がないのに勝てるほどラガクラッシュは甘くないぜ。アドバイスどうも。君面白いな。あ、なるほどな。じゃあ君は俺のライバルってことになるのか。こんなところで出会えるとは運命的だ。じゃあ泡流しますね。ダボ、ちょ、目にかかってるお湯が。だから動かないでって言ったじゃないですか。え、さっきは俺じっとして。はいはい、あと少しで終わりますからね。いやーな。こんな感じでいかがでしょう。おー、ウィキー、俺のドレッドに磨きがかかったぜ。いやー、君いい腕なんだな。もはやカリスマ。次から指名させてもらうぜ。ありがとうございます。では次回来店時、タマウサギとご指名くださいね。ウサギちゃんか、かわいい名前だな。その呼び方はやめてください。え、ダメなの？じゃあ上を取ってタマとか。ははは、今度はちょっと猫っぽいな。ウサギちゃんよりも勘弁してほしいですね。タマウサギでお願いします。しょうがないな。じゃあこれからよろしく、タマウサギ。はい、こちらこそ。ではお会計を。なんだと。うるせえな。どうしました？おいおい、大変だって。俺のスマホ見てくれよ。なんなんだよ。わお、
ンパイセンが失踪したってよ。国家元首だぞ。ラガクラッシュの開催宣言があったばっかだってのに、一体どういうことだ。